器はショーという楽器で、僕が演奏している小さな楽器、18センチぐらいの竹の筒にヨシの木で作ったリードを差し込んで吹く竹笛です。ショーが天の光を表しているのに対して、この音色は地上の音、人の声とも言われています。この七匹もシルクロードで西に運ばれていって、後々オーケストラでよく使われるオーボエという、そしてクラリネットやサクソコンというふうに発展していく、それらの木管楽器のルーツというふうに言われています。